24日の韓国メディア、毎日経済によると、13日午後にソウルのロッテホテルで開かれた韓日経済人会議で、韓国貿易協会のキム・ヨシヒロ、キム・インホ、会長が環太平洋経済連携協定、TPP、について、韓国が加入を求めた時には、日本が支援をしてほしい、と要請した。韓日経済人会議には、日本側から経団連の榊原貞政会長、日韓経済協会の佐々木幹夫会長、元三菱商事会長、別所博中韓大使らが、韓国側からはキム・ヨシヒロ会長のほか、全国経済人連合会の許正秀、ホ・チャンス、会長や錦湖アシアナグループの牧さんもトム、パク・サムグ、会長、韓日経済協会の金ユン会長、サンマモルホールディングス会長、豊山グループの柳津、ユ・ジン、会長ら契約300人が参加した。日本側からは、両国企業がインフラやエネルギー事業で協力できる成長分野は無限、佐々木会長などの発言があったという。一方、会議終了後の夕食会には、ハンジングループ会長の長領しのぎ、ジョ・ヤンホ、平政五輪組織委員長が合流。平政五輪のマーケティングに来た、日本企業と協力可能な部分を見つける、などと述べ、出席者と交流した。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。